ソあたりです。テコスキームがあったから。テコスキーム。ガツマンでーす。パイロンポルパルティケネワーです。バーズお疲れ様です。今日の企画ですけども、男のチンスポ企画、抜きやり銭湯リターンズです。懐かしい。キャニロンさんに潜入していただきました。うん、赤すりの時におばちゃんが4545してくれるという店だったんですが、値段も1万円もいかないぐらい、8000円ぐらいで、受付も普通のサウナなんですけど、サウナ入って赤すりをして、マッサージ室みたいなところに普通に案内されて、普通にも日本人、ギリ日本人、あ、ギリ日本人っていう風に言うんだな。同じとこに行くってことですか。いや、今回は違うところで、僕が一人で行く。そう、競い行けるんやったら行ってほしい。鬼怒川はシーズン4は行ってもいいと。一緒に転入してもらって、カメラマンとして行ってほしい。遊撃手として動いていい。あ、まあ、せやな。わかりやすい。で、なんか黒幕の方におっしゃってました。黒幕の方ってやつ、より上の人がいるんで。ほんまこんなことやらせたくないんやけど、申し訳ないけど行ってほしい。今回の客の注目点、整った後にできるのかとか。そういうとこじゃないですか。普通赤すりって背中とかだけなイメージなんですけど、前回はね、表も行ってあそこも向いて上がってきてるんだよ。向いてってことはもう火星なんですけど、僕はね。思考は貯めといた方がいいんですか。やれやせっかくやし貯めれるんやったら貯めてください。じゃあ行ってもらいましょうか。素敵なサウナ待っておけ。谷論買った、買った系は自発的にやったらめっちゃ滑る。あー、それでやってない。来てください。異様です。できるだけ目立たない。はい、目立たないように行きます。某所に着きました。潜入の基本、迷彩でね、目立たない格好。この都内で迷彩は別に目立たんことない。森ん中とかやつ。それでは行きます。サウナ、赤すり、マッサージ、全部やゴールデンコースやな。何があったかはまだ話します。スキップせんとな。よし、食ってから話すから。はい、できました。駅から歩いて5分ぐらいでしたね。チンスポ独特なんですけど、空気が変わるんですよね。今回のところやったら異様にハングルの字がこう増えてくると思いますか。以前行ったもう一軒の方のサウナは大きいサウナやったんですけど、今回のところは古民家みたいな感じで、そう、普通になんかパンティーとか干してありそうな、なんか物干しざわあって、当たり城がお店にいるときは店の前にバイクが、バイク乗って出勤する。そう、ネイキッドのタイプだったなっていう情報なんですよね。じゃあ果たしてバイクがあったのか、映像ご覧ください。ご覧くださいと。なんやろ、なんかやっぱ来たな。いいですね。というわけでバイクありました。うわー、バイクあるっていうことで、じゃあ当たりの人もいるって。中なんですけども、歯医者みたいな感じ、窓口もなんかこんな感じで、初めて来たんですけどって言うと60分、1万円で結構釣りが来る、思ってたよりも安い額や。メニューとかもなく、勝手に向こうが60分いくらみたいな感じでパンって言ってきて、お金をやり取りしたらすぐ隣が更衣室、ワンフロアに全部あるって感じ。着替えてるところ全部丸見えです。みんな鍵をいただいてですね、脱ぎ脱ぎするわけですよね。一人おばちゃんが来られて、あ、そう、服を着替えてて、シャ入ろうってこう手伸ばしたら、おばちゃんの胸にパン。そう、ラッキースケベ、シンプルセク話しちゃって、うん、でおばちゃんどんな反応するんかなと思ったら、ああ、エロ、あー、もうなんかそういう感じ、うん、あー、ただおばちゃん、でも綺麗なおばちゃん、あー、結構綺麗、誰に誰に、ハリーポッターのデスイーターの女の人、ベラトリックス、ベラトリックス、わかる、みんなマスクしてる、そうやね、ここだけ見たら全然オッケー。最初から最後まで登場する女性全員マスク外さない。それは何歳ぐらいのおばちゃんなの。40いってるかぐらいかな。そのおばちゃんはさっきまで赤すりをしてたおじさんを迎えに行ってたんですよね。だからおじさんと一緒に出てきたんです、おばちゃんが言って拭いてあげてる、拭いてあげる、あ、そう、生まれたままの状態のを拭いてあげてて、がっつりですね、がっつりなのよ、プンプンですね、プンプンでございます。サウナをして、赤すりをして、その後にマッサージっていう流れなんですね。いざ浴場に入りましたと。教室よりも二回りぐらい小さいぐらいのところに水風呂とあったかいお風呂もありましたね。赤すりの台が2台、それもピンク色なんや、女すごいピンク、これサウナはと思ったら、こうクッと入り込んだところにサウナもしっかりある、だいぶ狭いところに、まあまあまあ、あります。
サウナはですね、広さは普通なんですけど、ちょっとぬるかったかな。サウナにですね、二人でこう入ってたわけですよ。この後、水風呂きついけど入った方がええと。あれを入らんかったら、整いは無理や。確かに。っていう話とか、意味ないから。バーってしてる時に、おばちゃんがバーンって開けて、はいはい来て来てみたいな。いきなりもうご飯できたよみたいな。新しいおばちゃんが、2体入ってきた。2体。水風呂入ろうかなと思ったら、ああ、もうそのまま来て、そのまま来て。最初にカニロンが、女性2人いるんで、どっちか選べるっていう感じだったんですね。自分の最初みたいな。そう。その時、顔とかあんま見てへんくて、そのままいざなわれても、積極的すぎてね。森さんの大島さんのマスクした感じ。めっちゃきついやん。結構おばさんですね。こっちの女性は、クソあたりです。それは後々分かってくる。まあそうなんよ。ギャルっぽい感じ見えんのよ。40入ってるかな、ワンチャン30かもぐらいの。スナックの若いママっていう感じ。なんか知らんけど机も向かい合わせだから距離が近い。見えへんけどね。どっか来たのとかって話、ここでしてるぐらいの距離でめっちゃ聞こえるから。おばちゃんが谷論に問いかけてるやつ俺が答えてたもん。いや、そうそうそう、4人で喋れるぐらいの近さや。赤すりですわ。まずそこで強さ加減とかもええ感じで、赤すりとして普通に気持ち僕ね、バイアグラ飲んでたんです。一瞬おケツの穴触られた時だったんですよね。ちょっと大きな手持っててね、表向いてポリポリポリンって、ほんなら耳元で「元気ね」うわっって言って、その時はそれだけで終わりまして、ついにですねマッサージルームに案内されるわけです。森さん中から変わる可能性もある。そう、マッサージエリアはですね2つかな、施術台すっごいピンクなんです。そういう店やじゃん。そういう店だよと主張してるかのようなピンク。施術台に乗せられてマッサージは上手ですよね。韓国の人なんかマッサージうまいですから。されてる時に衣川さんが隣に入ってこられたわけですよね。衣川さん側の方の女性が衣川さんのおケツをね気に入られてるみたいな。その時も尻が可愛いだとかずっと言われてんですよね。尻形綺麗ね。わあ、ええ、こうやってお尻カーテン越しやからすっごい聞こえてんすよ。お尻がプレ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 。狭いからな。一通りもう揉んでもらった後、急に私のエイナルの方にね手がファーってきて、わさ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 ってこうしてきて、どういう立たせ方してくるんだよ。なんかこういう立たせ方してくるんで、仰向けになってくださいっていうことで仰向けになって、この後こんなサービスがあるって知らなかったでしょう。わ、いつやんけ。してこう触りながら、いつやんけ。さっきの、いや知ってます。確定演出ですね。少しずつ根元の方から先の方までちゃんとやってから握る、そのテコスキームがあったから。テコスキーム、その流れがあったからよかった。マッサージの一環でやってる感じがあったよね。グラデーションね。私はストレート行きしました。あんまね、こっそり行く。気づかへん時もあるかもね。終始結構良かったんですけど、最後飲み物くれませんか、大体。はいはい、お茶がいい、お水がいい、コーラもあるよ。コーラもあるよ。俺最近ハマってるから。コーラも最近めっちゃ好きですけど、毎日めっちゃ飲んでるコーラ、ね。今更めっちゃ炭酸もバリバリのコーラ。これもポイント高い。関係ないコーラ。この後はサウナとかお風呂とか、いつまで入っててもいいんですよ。時間制限なし。で、普通にはもう上がって帰るっていう感じ。肝心のですね、バイクの人ですよ。誰なのかって話ですよ。衣川さんがね、会話の中でちょろちょろ聞き出してくれてたんですよね。二人いる時にそれ聞いてくれはったから、どっちかやったら、私のってなる。でも二人ではない。衣川さんの方じゃない。そうそうそう。あれは僕らが最初にお金払った受付の人なんですよ。この人あんま顔見えてへんかったんですよ。ああ。だから、どうなんやろうと思ってたんですけど、僕が上がった後、その人がちょうどいて、後ろ向いて作業してて、はいはい、もう見たろうと思って、店長さんですか？全裸の音とかね。自分もネイキッドになってはいみたいな。で時にこうザ・バービーですね、あれはもう。バービー、芸人のバービー。マスク取ったら整ってる顔やったんかもしれんけど、この辺とかもう絶対バービー。それなりに清潔感もあって、トータル的に言ったら結構良かったんちゃうかなと思いますね。拭いてマッサージを受けに行くんですよ。ちょっと濡れてるタオル持ってたらね、この後別に使わへんやと思ってタオルほかす用のやつあるじゃないですか、洗濯とかに。あとバーン入れたんですよ。その後浴場行って洗って出てきたら、あ、タオル入れたから拭くもんないやんって思って、すいませんって言ってタオル持ってきてくださいって渡されたタオルが、一回僕がバーンって掘り込んだタオル、このまま持ってきてもらえた。いいけどこれ俺のなんやろな。それはちょっと嫌だね。新しいタオルはもう全然くれ、設備的に前の方がいい、上はこっちの方がよかった。なるほどね。あ、川柳か。ちなみに僕のおばちゃんはあまりがね、東北っぽい感じの雰囲気で、最近の若い人はこういうとこ行ったりするの、若
若い人とかなんかネットで会ってすぐにホテルに行ったりしてどういうことするんでしょう。東北やな。そんな感じの喋り方。なんかムラムラ下がるな。いやちょっと良かった。あ、良かったんかい。良かった話な今の。何こいつ。コスチュームはどんな感じ。コスチュームはバーン開いてて、谷間だからもう谷間はもうガッツリ開いてる。めっちゃええやん。あと5センチぐらい下やったら TKB 見えるぐらいのバーンで、リカちゃん人形みたいなちょっとダサいんやけど、ぽいひらひらがついてる。露出多めの。あ、露出多い。その人はひまわりの柄のやつやったからちょっとなんかダサいなと思って。ああ、ちょっとおばちゃんくさい。磨かれてる時に、見た目派手じゃない人も結構ネットで遊んだりしてますよね。タニロンにやられてることを悟られへんように普通の話しながらピンピンにさせて普通の話しながらめっちゃ口がぐじぐじ聞こえてるな。タニロンがピッて消えた瞬間に恥ずかしい。いいやん別に。逆に川柳なんか考えてもらえますね。タニロンが考えてる間めっちゃ繋いでたのに、ね、結局振られるっていう。じゃあ僕が行きます。早い。赤をすり、上にごますり、暴行する。おー、うまいうまいうまい。キヌッチです。そんなうまないね。ここはもうおすすめに入ります、これは。全然出る、ググったら。なんでぜひ皆さん、行ってください。チンチンスポスポでした。